共通テストがうまくいかなかった人向けは絶対無理だと思うんですよ。だからこう YouTube をやってるわけね。諦めないでって。今日は年明け一発目なんで、あ、年明けおめーみたいなことやろうと思ったんですけど、そんなのよりもちょっと今年共通テストがえらいことになっているので、共通テストがうまくいかなかった人向け動画です。私のこの難易度で8割中盤以上取れてる人はそのままいっちゃってください。確かに上位層っていうのはブレないんですよね。できる子はどんな難問来てもできるし、下の方の医学部狙いさ、ギリ8割以上が多分超落ちてるので、弘前は今年みんな落として集中してきそうな気がします。間違いない。ただ弘前は総合問題に変わってちょっと解きにくいイメージなんで、だったらまあ旭川に逃げるかなとか、まあでもやっぱその辺でしょうね、落とすのは。私も目指してましたが共通テスト悪すぎたので徳島で出せません。70半ばなのでボーダーが下がれば2次で少しでも逆転のチャンスに出せる医学部がある。確かにな、徳島はセンター配点でかい分、やっぱセンターうまくいった子が出してくるんで、まあ言うて80は必ず毎年最低ってあるし、70半ばはちょっと厳しいかな。そうやったら確かに20で挽回できるところに行った方がいい。ダメだったら来年こそ徳島を目指します。心意気が素晴らしい。まあ今ダメなこと考える必要はないと思うけど、ダメやっても受かるまで受けるっていう姿勢が本当に素晴らしい。再受験して1回落ちた時に、もう一次学部に戻る言ってたんですけど、いや、まあ、そんな気分気持ちやから落ちんねんって言われて、私の目標は医学部に行くことやったのに、ちょっと諦めて歯学部に行ってもいいやっていう、そのちょっとした緩みが出とるみたいに言われて、確かになと。もう何があっても私は目標を達成するまでやめませんって言えないかって先生に言われて、その時はなんか言ってもと思ってたけど、今考えたらいやほんまにそうやし、私その最後受かった年はそういうマインドでやれてたから、まあ、そういう時はやっぱ受かる。医学部志望で、しかし他人にあなたは何もしても医学部には入れないって言われました。天使です。私共通テストは絶対無理な点数でした。めっちゃわかる。私は現役の時は医学部志望ではなかったんですけど、医療系行きたいなと思ってたのに、なんかセンター 60% ぐらいやって、現役の時他人の先生に某私立大に行っときみたいに言われて、え、私立1ミリも考えてへんしみたいな。学校の担任の先生とかは、まあ、あなたのためというよりはどちらかというと学校の実績を見る先生がやっぱほとんどかなっていう印象。あなたのための人生を考えて言う先生というよりは、抵抗はやめときとか、国立受けなさいとか、ある大学受けときなさいとか、生徒さんのためというよりは学校の成績を上げるための進路指導を、学校の先生はそれが普通やから、しゃあないよ先生も。けど、鵜呑みにする子が多い。この人困ってな。とか、この人は本当に自分のことのためを思って言ってるなとか、その判断する能力をつけるのも必要かなって。何があっても何を言われてもいくわっていう気持ちがないと、まずから あかんかったらどっか行こうやとか、なんか、まあ、高めに目標設定しといたらダメでも行けますしねってよく言うけど、いやそんな気持ちのやつが行けるわけない。ダメだったらこことか言ってる人で、ここに行ける人私は見たことはないし、みんな自分に甘い生き物ですよ。人間なんで私もダイエットするとか言って人間来たりね、深いとこ目指しとってダメだったらとか、そういうのは絶対こっちの方になる、ダメな方になるから、そういう目標設定はまずしない。というわけで、まあ、今年はちょっとだいぶ大荒れやから、ただまあもう来年確定してしまった人っていうのはもう始まってる。私もそんな気分になって なったことがある経験者なので、すんごくしんどいのもわかるんですけど、今私が何を言っても綺麗事に聞こえてしまうと思うんやけど、まあ、実際体験して思ったのが、絶対にここに行くっていう目標を持って、ちょっとでも毎日自分に誠実に生きてたら絶対大丈夫。前向き。特に医学部なんか、まあ入ってある程度普通に行ってるだけに1000万とか行くような仕事にそんな簡単に入れるわけないんですよ。年間何百万の予備校代払ってまで行きたいようなところにそんな簡単に行けるわけがない。一回立てた目標を今諦めちゃうと、今後の人生のお前はまた諦め続きの人間になるぞと言われ、それがすごく染みて、いやなんか人生一回で諦め続きの人
ていうレッテルを自分で貼るのがすごく嫌やから、1年みたいな人よりは遅れるけど、そこで頑張ることで栄光をつかむんや、つかめるんやと、そういう私がいいなと思って、中医学部に行きたいというよりは目標を達成する自分になりたいっていうのが私は強くて頑張ってました。時間かかったけど目標を達成した自分になれて本当に良かったと思うし、だからこう YouTube をやってるわけで諦め、本当は前みきちゃんけど、もう諦めないでって、もう諦めないでがあんだけだって CM でヒットしたってことはやっぱ大事なんよ。今でしょとか諦めないとか、すごくシンプルなキャッチフレーズやけど本当にそうなの、だから流行るのよって思います。はい、という熱く語ってしまった。最後に、今諦めたら諦め続きになってしまいますので、諦めない、若いうちに諦めないあなたでいましょうという、あったら質問箱とかにください。ダムの方で答えるので、はーい、こんな感じです。